どうも皆さん、マルチングホームに所属している黒と申します。ということで、チラザートさんの深夜放送やっていきたいと思います。本当に怖い。まさきが死んだ。ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。バカな、そんな、だってこの前会ったばかりだ。ラジオの仕事が軌道に乗ってきたって嬉しそうに話していたあいつが死んだ。俺は信じられなかった。いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。原因は不明だと。不明？どういうことだ？おそらく自殺だろうということで、警察は早々に捜査を打ち切った。自殺？ふざけている。あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いないはずだ。これ何かがあった放送を僕が行くってこと？自分で弟に何があったのか調べることにした。あ、まさきって弟のこと？感度バカたけ、感度たけ、感度高いよ。こんなんでいいや。ラジオ局オーナーからの手紙。山奥ラジオの鍵は家のポストに入れてある。必要な時に自分で持って行ってくれ。これか。なんでライト消えるの？ライトどうやってつけるの？誰か説明して。ライトどうやってつけるの？違う、鍵持ってただけだ。狭くね、なんか。なんでこんなゲーム僕がやるって言っちゃったんだよ。まだ来ない。まだ大丈夫よ。うわ、これ待って、超怖い、これ。まだ大丈夫よ。え、待って、何も見えん。え、ちょ、こ、画面見えてる、これ。うわ、なんで誰も住んでないの？意味がわかんないんだけど。早く乗れよ。なんで乗らねえんだよ、こっちか。どうやったら乗るんだよ。どうやったら乗るの？は？早く車乗ってよ。あ、違う、これか。うん。バイクなんだよ。音うるせえしよ。なんでバイクなんだよ。軽トラじゃねえのか。なんで軽トラなのにバイクなの。びっくりした。俺どこにいるの一体これ今。は？何これ、どこ行けばいいんだ。あ、事故る。全然逆じゃねえか。全然逆じゃねえかよ。まだ間に合いましたか。ぶっ飛ばしてビビー。今だけだよ、元気なの。あっちこるちこるちこる、あぶらぶらぶら、あっちこる、本当に事故る、本当に事故る。おいで。どっちに行けばいいの。あっ、マップあったっけ。ちょっとなんかやる。あ、ちょっとめっちゃ難ってる。あ、ちょっとやばい、ガチホラー系だこれは。なんかちょっとサイレントヒル、ほんとよ。びっくりした。どこだよ、これか。入れ、早く入れよ。入っていいよ、もう。ああ怖いよ。ああ、なるほど。ああ、だいぶ違うね。ちょっとあのね、僕あのあれだ、決しても怖いからじゃないからね。決して怖いからじゃないから。動画がね、ほら、動画とか配信が見にくいから、こっちにしよう。あ、やった。10円もらったぜ。なんか見たことあるな。10円じゃ何も買えねえな。あ、本当に怖い。どっから入るんだよ、ここか。なんでお前ラジオ局来るのにラジオ局の鍵持ってないんだよ。たくよ。あ、なんだ、離れろ。離れていいよ。はい、はい、離れて。いいよ。よし、行こう。あ、汗やばい。おー。
あー怖い、人かと思った。プロパンガスかよ、紛らしいことさせんだって。めっちゃ水浸し、めっちゃ水浸し。あー怖い、あー本当に怖い。なんでそんなマジでさ、動画でもあったけどさ、グワン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 ハンドル回すの、ちょっとでいいんだよこんなハンドル。おぉ、よし、あ、じゃあかけた、真面目かけた。あ、あ、あなた全然違うの、逆じゃねえか。あ、どこ、これか。あ、オーナーの敷地、え、はい、オーナーの敷地入っていいのこれ、不法侵入にならない。オーナー、あ、ありがとう。オッケー、はい、離れるよ、ほら、さっさと行こう、さっさと行って、さっさと終わろう、怖いんだから。ちょっと脇汗やばい、脇汗が、ワッキーすごい、ワッキーが。あ、着いた、ほら、行くよ。あ、本当に今回怖い。これライトついてんのこれで、なんでこんな暗いの、なんでこんな暗いの。テープレコーダー、はちょっとこ、もうちょっと、ちょっとさ、んーこ、もうちょっと明るくできん、明るさあるじゃん。あ、俺が怖い、これでいい、これでいい、これ、俺これでも怖いんだ。もうこれでいこう。ちょ、俺もうこれじゃないと進めない、怖くて。これで何、冷蔵庫何貼ってんの、なんでそれ、なんで懐中電灯やめちゃうんだよバカ。なんていうの、うわ、なにここ、なんだここは一体。うん、あ、で、なにすればいいのこれは今。あ、なに、え、すっげえかわいいじゃんこれ。入ってる、入ってない、カーテンは閉めてない、よし、誰も、あった、なんだこれ、あ、レコーダーだこれ、うわっ、ちょっと音でかいかな、まさきのホラーの話。バカ、こんなとこでホラーの話するな。はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきた、ホラーな話を読んでいきます。あ、そう、ということで早速読んでいきたいと思います。あ、早く読め。ラジオネームトウコさんからの手紙です。あ、分かったよ。これは霊感のある同級生の小学生の時の話です。あ、そう、その子は生まれつき霊感がありました。霊感なんてもんはねえよ。その頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、お、一定の場所がひんやりと感じたりする程度が、何かと思ったからびっくりしました。本当に小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。あ、1ミリも見えたことないよ、一緒レスリングやってたよ。同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、うん、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。お、全員男だもん。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていたという。小学1年生そんなことあまりないよ。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、うん、彼氏の方の足がなかったり、もうこれ彼氏じゃねえよそれ。可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら、うん、つけていたりと。あ、じゃあ女の子じゃない。幸いにも、うん、その子は声が聞こえることはなかったこともあってか、うん、実害がなかったので気にしないようにするようになりました。お、じゃあ怖くねえじゃねえかよ。小学5年生くらいになった時でしょうか、うん、一人の幽霊が、うん、自分の後をついてくるようになったのは、もう好かれてんじゃねえか、よかったな。いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので、うん、鬱陶しいと思っていたそうです。小学5年生反抗期だな。そんなある日、うん、一つの事件が起こりました。お、何があった。その日は友達と遊んでいて、うん、知らないうちに暗くなってしまっていて、あ、そう、急いで一人で帰っていたそうです。お、友達帰れ、なんで二人で一人で帰るんだお前。薄暗いからか、うん、少しの物音でも反応してしまい、うん、怖くなってしまっていました。ああ、俺と一緒じゃねえか、ビビりだもんな。そんな時、うん、こんばんは、うん、と声をかけられたそうです。ああ、ストーカーじゃねえかそいつ。振り返ると中年のおじさん、うん、おじさん、うん、一人
うん、家まで送ってあげようか。おい、知らない人についてくな、お前。そう話すおじさんに恐怖を覚え断って去ろうとすると、うん、腕をつかまれ、うん、その一本背に置いてやれと言ってるじゃないか。うん、いいぞ、それ。振り合った瞬間に、どう巻きつつもバックトラップしてれば画面から落ちるだろ。悲鳴を上げて逃げていった。えらい、よく逃げた。よし、逃げなさい。見ていた方向を見ると、うん、そこにはいつもの幽霊が。うん、幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。ああ、幽霊優しいじゃねえか。よかった。俺にも守ってくれ。ああ、なに？びっくりしたよ。なに？このようなテーパって6本あるらしい。6個もあんの？これが？いいよ、もう1個で十分だっちゅうの。なんで6個も探さなきゃいけないの？まとめて置いときよ、テープとかがなんかよくわかんない。あれなのかな、なんだか。もう、くっつけといてさ。なに？なんで12、なんで12時に来るんだよ。マピルバに来いよ。バカかよ。バカか。俺のお兄ちゃんバカだもんな。俺バカだもん。多分マピルのに来るんだろう、普通な。あー、怖い。ちょ、本当にね、もう歩いてた方が怖くない。誰かアンパンマンでも立ってくれ。あー、怖い。そうな、恐れないで。みんなのために。愛と勇気だけが友達さ。全然いない、全然ない。あん、あん、ほい。アンパンマン。優しい君は、いけ。みんなの夢、守るため。え、ないよ。どこに6個なんかあるの？絶対嘘でしょ、6個とか。1個でいいよ、1個で。ないじゃん。お家にあるの？落ちてる？お家は？なんだ、あれか、発電機かなんかか。入れない？なんだこれ。なんで自転車の鍵こんなとこかけてあんだよ。なんだこれは。ユシセセ。服着てるだろ。上に被せりゃ大丈夫だ、ユシセセ。これは？これ何？なんだこれ、本当にもう。開くんかよ。おい！あ、ちょっと、扉、あ、扉が。狭いな、本当にもう。どこにあんだよ、テープ。あ、なんだ今、なんか今、あれ今なんか緑色になるのかと。あ、ほらほらほら。え？そんなことある？何がどうおかしかったのかわかんないけどさ。あー、これ出たらえぐ。あ、もうわかる。ああ、もうわかる。もう出たらいいよ、これもう。絶対、もう絶対来る。絶対来る。もう、ちょっと、僕のこの、ホラーゲームのあれがもう、刺してる。もう、たまんか。よし、行くぞ。赤ピクミは火に強い。あ、出たらいいやっけ。火に強い。青ピクミは溺れない。紫ピクミ。力持ち！まさきのホラーの話。黙れバカ。はい、今回もやってきました。ホラーの話。今回も手紙読んでいきますよ。ラジオネーム、しめるバカさんからの手紙です。お、この人前も送ってくれた人ですね。前回の話、なんかバールかなんかない？とても良かったので、今回も楽しみですね。バールない、バール。これは、いとこが確か、中学生の時。いっそのことなんかも、キャタツ片手で持て、キャタツ。キャタツ、あれくれの奥さんのキャタツ片手で持てるだろ、お前。いとこは、その時のことを人生で一番どん底だったと、今でも言います。なんで倒れたの？家族が病気になったけど、何もできず、苛立ちと不安で情緒不安定になり、うん、不登校になったと言います。ああ、そう。何もする気になれず、うん、空を眺めてはため息をつく。うん。そんな毎日を過ごしていたそうです。ああ、そう。しかし、そんな彼女に、うん、唯一、一つの希望がありました。何があったの？親友の存在です。そんなもんはいねえ。小学生の時に、うん、統合した友達がおり、お、とても仲が良かったそうです。ああ、そうか。その子は、いとこのことを心配して、え、なんでこれ入ってんの？こっちと。家に来ては、いとこの苛立ちや不安に寄り添って、話を聞いてあげたり、しまんない、学校での楽しい出来事を話して笑わせてあげたりと、うん、暗い心を照らしてくれたそうです。ああ、そうか。いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。あ、そう。そんなある日、うん、今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていたいとこがふと時計を見ると、いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。時計進んでるじゃねえかよ。部活が長引いているのかもしれない。
今日は忙しくて来れない日なのかもしれない、そう自分に言い聞かせていましたが、チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです。遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がします。そうか、とプルルと一本の電話がかかってきたそうです。もう嫌な予感するな。親友が交通事故にあったと。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め生きる意味をなくし、たどり着いた先は自殺でした。誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時、いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとするとまた呼ぶ声が、今度はそれだけではなく女の子の顔が目の前に現れたそうです。それはあの親友の顔だったそうです。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出しその場で泣き崩れ、自殺はやめたようです。それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず、その時一瞬だけだったそうですが、いとこにとって親友はこれまでもこれからもかけがえのない存在だそうです。怖いよ怖いよ怖いよ、もうやめていい？俺は死ぬほどびっくりした今、俺泣きそうになった今。あと何？まだあんのこの中に？一応ドライブでいいじゃん。なかったよね。ああれ乗ってこ、あれ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 乗ってこ、ああれ乗ってこ。ダメ？多分ないから別のとこに行くの。所有地？所有地鍵なんてある？鍵持ってる？あんた。なんで開くんだよ。とりあえず周りね。とりあえず周り見よう。開き閉めとけよ。なんでそんな簡単に開いちゃうんだよ、バカ。あ、絶対いる。あー、絶対いる。はぁ、はぁ、びっくりした。そうそうそう、あれな、指導なかったっけ。え？え？そんなに長い？あ、長いか長いか。本当に怖い。何にもないの？本当に何もない？車がびっくりした。俺泣いちゃうかもしんない今日。今日泣いちゃうかもしんない。何？もう今日泣いちゃうかもしれない。あ、バロラントやりたい。みんなでバロラントやりたい、楽しく。よし。どうしてみんなコメントしてくれないの？ペンおじさんだけよ。あ、10円だよ。10円で。え、10円取られたんだけど。あ、めっちゃあった。え、10円返して。10円返して。10円返して。10円たく、なんで10円返してくれないの。ふっ、びっくり
なんでブラックナイトなの。やだブラックナイト。これなんだこれ。味噌ラーメン、犬山たまき。あ、これまたあれか、有名な方々か。でも、あ、一人くらいしか知らない。みんなし、みんなわかるこれ。お、あー、やばい、どうしよう、わかんないや。どうしよう、誰も知らない。どうしよう、誰も知らない。あ、これは一人知ってるね。これは？どうしよう、やっぱ誰も知らない。どうしよう。あー怖い。わちもさ、こういうとこにさ、名前乗りたいなって思うけどさ、多分名前乗ったらさ、多分自分の名前を探しに行こうっていう旅に出ることになりそうだから。え？めっちゃビデオテープあるよ。これ何これ。あ、2143。あ、2143、2、え、ち、あ、え、え、1212、え、1234、そんなわからん。あ、違うよね。また、あと来いって話、ここに。めんどくせえな。この数字だけじゃ、あれ？わからん感じ？じゃあもう一回、行くよ、もう。